塚原湖は、兵庫県三木市じみ町三津田と神戸市北区、山田町塚原に架か,かる湖でじみ川をせき止めて、作られたドントダムの貯水地である。湖水面積1.05平方キロメートル。ドントダム完成前の山田町塚原国土、交通省国土画像情報をもとに作成兵庫県、南部は瀬戸内海に近いこともあり、温暖昭雨の気候であった。このため古くから、 水不足に悩まされており、安定した水供給は流域最大の課題であった。明治時代以降、黄後川粗水等流域への灌漑事業は、簡単なく行われていたが、根本的な解決には必ずしも至らなかった。農林省は1947年により、国営農業水利事業を策定し、総合的な農業用水整備を全国で実施、極度に低下した。 食料生産を回復させようとした。根幹となるのが河川を水系一貫で総合的に開発することであり、灌漑目的の河川総合開発事業とも言えた。その第一号として、大井川、九ず川、安川、そして加古川水系が選ばれ、国営加古川水系広域農業水理事業が展開された。その一環として、有力支線の登場がはみし、 鴨川に鴨川ダムを建設。さらに東上側本川に大川瀬ダムとしじみ川にドントダムを建設する計画を立てた。ドントダムは1968年に実施計画調査が開始されたが、ダム建設に際しては地元の反対運動が根強く着工までには、右与曲折があった。1 9 7五年七月には水源地域対策特別措置法の対象ダムとなり、 保障に関し国庫補助が受けられるようになり、交渉は妥結。1989年に竣工した。ダムの形式は重力式、コンクリートダム、高さは71.5メートル。赤市、張馬町、伊美町や流域自治体に考え、上水道を供給することを目的とする。ダムの名前の由来は、かつてこの土地にあった大小の滝が川の流れを、 飲み込んで、吐くように見え、ドントの滝と呼ばれていたことによる。ちなみに、ダム地点から上流部のしじみ川は、別名山田川と呼ばれる。湖中央部には、つくはら橋とつくはら大橋が架けられており、それぞれ、山陽自動車道と、新室山田自転車道が通っている。つくはら橋は1998年の完成当時は、世界最大のエクストラドーズと橋であった。 また、水没した集落には、日本最古の民家とされる重要文化財指定の箱木千年家があり、ダム建設の際には、約70メートル離れた現在の位置に移築された。ありがとうございます。